消えそうで弱々しい。でも精一杯光ってる。特訓特訓、鼓動のよう。これは命の灯火だ。みんな個人的な思いに支えられていた。無垢のままで人は一人で舞台に立てないのかもしれない。君は、君は心に何を持ってたの？何を支えにしたの？君がいたんだ。誰かを好きになることだけはどうしてもやめられない。ずっと、と言っても昨日からだけど、ずっとお前が好きだった。私は司を苦しめてまで。苦しいよ。苦しくて苦しくて胸が張り裂けそうだ。それでも俺はずっとアイラのパートナーでいたいんだ。どうしてそこまで。どうしてって、そんなの、そんなの、俺はアイラが好きだから。10個でも100個でも噛み集めたら、コウの頑張る理由くらいにはなる。コウが何かに夢中になったり心から笑ったりしても誰も責めない。もしそんな奴いたら私がぶっ飛ばす。本当はずっとこんな嵐みたいなものを待っていたのかもしれない。落ち着かないの。ドクンドクン言ってる。ドクンドクン言うのは生きてるから。空飛ぶ真っ白以上に生きてるよ。それとも僕の栗山さんへの思いが届いたのか。こうして僕と栗山未来が再会した。こんな二人がこの時限りの関係で終わるとしたら、全ての物語はこの世に存在できないだろう。俺はずっと聞きたかったよ。みんながお前はタラバンニだって言うけど、俺は知らねえんだよ。そんなやつ、そんなら私は何なんだよ。そんな風に諦められるなら私の気持ちはどうすりゃいいんだよ。Yesterday I died, tomorrow's bleeding, fall into your sunlight.